ワープは、建造物侵入罪が成立する可能性がある。そもそも駐車場とはいえ、コンビニ店舗とその経営主体の所有権、賃借権などの権利が及んでいる場所ですから、コンビニ側の承諾がなければ、侵入することができないのが原則です。コンビニの利用者にだけ、目視ないし明示によって、駐車場への侵入許可が出されていると考えられます。さらに、その駐車場がコンビニ店舗に隣接している場合は、建造物に含まれると考えられます。そうすると、コンビニワープのためにだけ、駐車場に侵入することは、先ほど述べたようなコンビニ側の意思に反する行為と言えますので、建造物侵入罪が成立し得ます。例えば、コンビニ側が、コンビニ利用者以外駐車場利用はお断りします。といった看板で警告していた場合、なおさらその可能性が高まります。さらに、民事上も不法行為責任を問われる可能性があります。引用元、弁護士 .com ニュース。コンビニ駐車場を横切るコンビニワープは危険だけど、違法じゃないの。より。